ティアラチャンネル。はい、ハリサです。リナです。ユナです。今回はコメント返し。イエーイ。久しぶりです。どんどんコメント返していきましょう。イエーイ。まずですね、最近出た夏の終わり友情展から。はいはいはい、あれね、あれね。いい感じだった。よかったね。うん、冬ですけどね。はい、で、1個目、サナさん、かわいい。でもなんか感動した。2人が仲いいのがめっちゃ伝わってくる。仲いいですか？うん。で、この前一緒に朝ごはん食べても。次行きましょう。いやー、はい、次。泣ける歌だね。はい、泣ける。その歌の正体は天の声です。あざます、あざます、あざます、あざます。ありがとうございます。素直に嬉しいです。はい、いちご姫さん、はい、仲良し伝わってくる。やっぱ2人の夢が叶いますように。素敵、めっちゃいいコメントよね。神様、ね、めっちゃいいコメントだったこれ。でも動画でね、2人とも仲良しそうだったよ。まあ仲良しだけど。仲良し。はい、じゃあ次、アリサ1日密着東京オーディション編。あー、懐かしく感じるな。ひとみちゃん、アリサちゃん、東京楽しいですね。ちっちゃい子かな、この子。東京楽しかったですか？はい。本当楽しかった。みんなも行ってみて。行きたい。行きたい。どの辺が楽しかった？今度ね、仕事で行こうね。ね、どの辺？どの仕事だね。やっぱね、まあやっぱじゃないけど、原宿の原宿だよね。楽しかった。モッシュさん。モッシュさん、モッシュさん、モッシュに行ったり、ハッピーワンさんね。おう、がね、本当楽しかった。ありがとうございますっていう感じ。ありがとうございます。本当楽しかった。次は簡単ヘアアレンジ連続ハートカチューシャ。あー、ありがとうございます。コメント欄からね。乃木坂46かな、ちょっと反対になってるけど、乃木坂46かな、好きなかな、乃木坂さんが。アリリンすごい、マイマイも良かったね、これからもいっぱい応援しますよ。ありがとうございます。大好きです。じゃあ次、他のね、ヘアアレも教えてください、ね、お団子ヘアをね、最近知ったから、お団子ヘア簡単なね、だからそれも紹介したいと思います。次はどれにやってくれるでしょうか。はい、綺麗ね、これ。いっぱい応援しますよーって。よーっいっぱい応援します。次、風花さん、はい、アリリン、教えてくれてありがとう、さやだよ。あ、いつもコメントしてくれてるかな。参考にするね、携帯壊れたので見れんかった、妹に借りてティアラチャンネルだけは見た。おー、頭いいね、この子ね、だけは見た。そうだね、ちょっとね、スマホ壊れちゃって心をわしづかみわしづかみって次、セリコ推しの中3さん、お、今回も可愛い。くるりんぱして2つに分けた時、三つ編みにしてハートにするのもいいと思います。ねじると短い髪の毛が出てきやすくなってしまうので。あ、三つ編みいいね。髪の毛サラサラですね、だそうです。いいアドバイス、アドバイス。そう、三つ編みにしてハートにしたらいいね。目元からね、そう、心の目を。頭の目、普通頭の目。踊ってみたマジカルマジカルハレルさん、あ、かも、あーからです。あれ、明るい曲、はい、ね、いいよね、ね、いい歌だよね。今日はアリサ、ももかちゃんヘアにしてみて。おー、おなんか立ち位置さ、愛についてと一緒だったね。そうだね、ね、アリサが青、そう、黄色。でもまた今度踊るときはセンター取りたいな。一緒です。にらめいいね、ライバル感ね。ケントさん、お、マイカちゃん可愛い、ファッションセンス良すぎでしょ。うん、だからマイカちゃん踊るとき真ん中なんだね、応援してます。マイカちゃん、マイカちゃんだそうです。うん、見せ方も上手、角度かな、角度、ね、漏れる角度を知ってるのかな。次、スライムさん、おお、スライム、おお、ダンス動画みんなスタイルいいし可愛い、
マイカちゃんってダンス習ってるのかな。あ、それ見た、このコメント。確か、習ってないって言ってたよね。バレーの、ちっちゃい頃はね、習ってたって言ってたから。アリサは、前の学校、あの、転入してきたんですけど、小さい頃はダンス習ってた。リナもちっちゃい頃にダンスやってた。やっぱ少し経験はあるんだね。そしたらね、自然と体が柔らかくなったよ。何も習い事したことない。でも今は、アリサ、今はしてない。してない。でもね、ダンスは好き。楽しい。ダンスいいよね、楽しいね。なんかいつでも踊れるダンス。そう、うん、歌いながらダンスするのも好き、うん、いいね、うん、次、伊勢ひなのさん。ひなのちゃんかな、はい、そういえば、りなちゃんが着てるピンクラテの洋服持ってるよ。お揃いだね。イエーイ。おそろっちー。おそろっちー。かわいいよね、あれ。日本一山口夢花博に遊びに行ってきたよからのコメント欄です。楽しかったね。もうね、スカッて小賀ちゃんかな。 お姉さんと妹みたいだって。お姉ちゃん、妹。なにこれ。ヤナも夢花博行ったよ。お、そう。どうやった。ね、花綺麗で、でも、あのコースターとかブランコとかは、その時風が強かったけ、何もできんかった。でもね、綺麗だったでしょ。うん、めっちゃ綺麗だった。ブランコする時ね、ちょうど行った時にね、花が綺麗に、もう目の前で、うわぁ、ほんとほんと。マリさん、長いブランコ憧れる。最後のフグの真似、かわいいだそうです。ありがとうございます。でもね、どうやった、ブランコ。もう風がビューンって。ハイジになりきった。ハイジね。あー、ハイジ木に作ってやってた、ね、もうちょっとショートカットやったらさ、ハイジになれた。で、白で赤いの。タナナナタナナナ。どんな歌やないの、うん、どんな歌やないの、ね、めっちゃ高かったね。そう、近くに行ったら。そうそう、めっちゃ高かった。おー、おー。次、百均セリア、はい、リナのおすすめコスメからです。あー、あれ良かったでしょ。いきなり結構ね、買えるよね。その結構良かったでしょうに対するコメントで、りかこちゃん、りなちゃんが紹介したやつって絶対いいやつばっかだよね。ありがとう。私もそろそろコスメとか集め始めないと。わらだそうです。でもね、あのクレヨンのアイシャドウ、秋とかに、うん、今流行ってる暖色系のね、うん、そう、あとスティックでこうやってくるくるくる、ピッピッピッのピーン、スイッチ。ティアラチャンネル、はい、はい、ということで今回はコメント返しをしました。久々にだったね、うん、ということでこれからもたくさんコメント返しや面白い動画を出すので、ぜひ見てください。まー、あ